闘でゴールをして1枚のチケットを手にするのは果たして誰か。ブルーランプが消えていきます。スタートまでは5秒前、3秒を切りました。第5レースの準決勝戦 B スタートしました。4番の川口スタートは上々です。10メートルは外から根本が出ていった。そして6番の遠藤もスタート後伸びを見せて4番川口の後ろにつけました。5番中尾はスタート行かれてしまいました。そして先頭早くも3番の根本に変わる3コーナー、根本が 3,4 コーナーで先頭に立っています。7番の田中茂はちょっと滑っている中のインコースを捉えて1つバンター上げてレースは2周目に入りました。3番の根本が引っ張ります。2番手が2番の関口、3番手1番の稲原、その内側に4番の川口裕二、川口が3番手へと上昇です。中段のインコース6番の遠藤の懐鋭く飛び込んで7番の田中茂5番手に上がっています。5番手からもう4番手伺って残り4周回、ここで田中茂4番手へと上昇です。ついてくる6番の遠藤です。先頭3番根本を食らいついている関口が逆転の余地があるか。入ってきた2番の関口が根本を逆転しています。ここで関口が先頭に立ちました。2番手交代根本、3番手内を狙って4番の川口、さあ川口がまとめて2人を捉えました。一気に4番の川口裕二が先頭に立っています。4番川口先頭、2番手交代2番関口、3番手が7番の田中茂となっています。先頭4番の川口、2番手が関口、関口ちょっといっぱいか、内から田中茂が伺って残りは2周回です。さあ4番川口が抜けている、リードが広がっている。田中茂2番手上がったが、これは先頭はちょっと距離がある。3番手6番の遠藤が関口を攻略して3番手に上がっています。残り1周のブルーフラッグ、昨日は自己ベスト26の出走タイムながら5着と敗れた4番の川口裕二、今日は出走タイム落としはしましたけれども、道中先頭に立ってどうやら優勝の切符を手にできそうです。2番手が田中茂、3番手6番の遠藤誠、体勢固まっています。4番の川口裕二が優勝1番乗りを果たしました。序盤が大きな鍵を握っています。20メートルラインの4車、10秒切ってブルーランプが消えます。スタート3秒前、第6レースの準決勝戦 A スタートしました。20戦左右から吉松、外から高宗が伸びてくるか。さあ吉松が一気に2番の柴田のインコースまで潜り込んでいく。吉松がここ1番スタートを決めるが、高宗が外から並びかけてくる。さあまず主導権争いは吉松が行った、ついてくる高宗、この2人が先頭2番手となるとペースはもちろん上がりそうです。3番手4番の木山、その後インコースから東尾のがさばいて上がってくるか。4番手と東尾の上昇か。先頭3番吉松、2番手6番の高宗良次、この2人がガンガンと引っ張っていきます。3番手は車間がいて4番の木山、ここから前に追いつくのは至難の技であります。東尾野が4番手、残り4周回、突破の際は吉松と6番の高宗、この2人がペースを上げていますが、さあ高宗仕掛けの体勢に持ち込めるかどうか。吉松が先頭、さあ外につける切り返しの体勢、6番の高宗潜り込んでくるか、まだいけないか。残りは3周回、吉松が懸命に先頭キープ、6番の高宗再度接近して体勢作れるかどうか。3番手は依然者考えて4番の木山、その後7番の東尾の、この2人は優出権はかなり厳しそうです。残りは2周回の終盤戦、焦点はどちらが勝利を飾るのか。3番の吉松か6番の高宗か、ほとんど同じような動きに見えています。3番の吉松のインコース狙えるか、しかしもう一歩届かない6番の高宗、連勝は止まるのか。3番吉松が先頭、2番手が6番の高宗、ブルーフラッグ残り1周回、3、4番とも体勢に変化はありません。先頭3番吉松、2番手6番の高宗、優勝はこの2人で間違いなさそうだが、突破の際も3番吉松がどうやら振り切りそうか。シリーズの2勝目が見えてきたか。吉松勇気、高宗2番手までか、吉松勇気だ降臨。
7番の有吉が人気の中心に押されています。人気対抗5番の松尾、昨日は369で勝利を飾りました。3秒前、7レースの準決勝戦 A スタートしました。20戦のスタートでありますが、左右から浦部健太が行きました。そして5番の松尾を伸びに任せて、その後についていけるかどうか、インコース4番の桜木の前に出ていきました。有吉も早めに来るか、4番桜木交代、一気に有吉が2者を捉えて5番手に上昇です。先頭1番の野田、2番手2番の町田、そのインコースから5番の松尾がまとめて捉えて2番手に急上昇。しかしもう有吉も3番手であります。今日は目の色が違うか、有吉がもう3番手に上がりました。先頭野田、自然界が粘っていますが、5番の松尾貴博接近、その直後に7番の有吉達也であります。5番の松尾が先に先頭に立ちそうか。残り4周回、外から攻めていく5番の松尾が、ここは内に向けたいところ、入ってくるかどうか。インコースへと向けた松尾がここで先頭に立った。有吉も3番手の位置、その後ろちょっと危ないところ、4番桜木、3番目のインコース突っ込んでいったが、浦部がなんとかしのいでいる。残り3周回、1番野田も抵抗していますが、有吉が突破、2番手に上がりました。人気両者先頭2番手、先頭5番の松尾ちょっと失速か、7番の有吉が一気に車間を縮める。さあ体勢作ってくる有吉が、ここ1番勝負どころ、やはり役者の違いを見せるか。残り2周回、有吉が先頭に抜け出した。5番の松尾2番手交代、3番手は1番の野田が粘っているぞ。3番の浦部健太4番手から3番手に果たして届くのかどうか、野田が粘るのか。3番浦部4番手ブルーフラッグ、残り1周回、先頭2番手人気両者、有吉と松尾が先頭2番手を固めているが、3番手は1番の野田光弘が粘っている。野田が粘るのか。3番浦部健太は4番手から3番手浮上になるかどうか。野田が粘ると配当が違うはずだ。7番の有吉達也だ、降臨。ムードとなった最後の準決勝戦 A8 レース、ブルーランプが消えていきます。スタート5秒前、3秒を切りました。8レースの準決勝戦 A スタートしました。20戦のスタートでありますが、外から5番の鈴木達馬がなかなかの好ダッシュを放っているが、インコースから3番田中照義が譲らないか。田中照義が先行、鈴木達馬が4番手、その後4番の田中正樹となりました。6番辻、7番の滝下が最後方です。前の3者固まっているが、ここで2番手と3番の田中照義が先手の攻めで上がっていく。一気に1番の西村も捉える1コーナー、速攻決まった3番田中照義が先頭に抜け出しました。1番西村2番手交代、中段では5番の鈴木達馬が4番の田中正樹の前に上がっている。現在3番手、ちょっと滑っている4番の田中正樹、その外を回る滝下、内から辻大樹、残り4周切りました。3番の田中照義、試走タイムは2球をマーク、これはペースが上がっています。そして2番手体勢作ったのは5番の鈴木一馬、鈴木一馬が2番手と上がりました。優出圏へと上がった5番の鈴木一馬、1番西村3番手交代、その後は2番の藤川龍、そして4番の田中正樹、7番の滝下が競っている。6番辻が最後方となっている。3番タロスイが混戦ムードか。7番の滝下が苦しみながらもさばいてきて、現在4番手と上がる3コーナーです。先頭は3番の田中照義、独走だ。2番手5番の鈴木一馬、残りは2周回、3番タロサイは1番の西村明則粘っているが、7番の滝下純平が外からかわして3番手と上がりますけれども、ここから優秀権は苦しいか。先頭3番の田中照義、大きなリードを奪っています。鈴木一馬2番手、懸命の追走、滝下純平もまだ3番手、ブルーフラッグ残り1周回、2、3番手の車間じわりと縮まっていますが、5番の鈴木一馬どうやら2番手キープ、浜松勢輸出を果たしそうか。5番の鈴木一馬、先頭は3番の田中照義、スタートから文句なしの競争でした。圧勝で降臨、2番手鈴木一馬。
覚悟を決めましょう。なっています。最内が2位61走を叩き出して人気の吉松勇気、そして初 V かける田中輝義、浜松からただ一人鈴木一馬、そして松尾隆弘、そして昨日のリベンジに燃えている高宗良次が大外、そして10メートル2人インコース、この位置でどんなレースを見せるか川口雄二、その隣が格上の有吉達也です。ゼロ班の若手のハイペースに果たして有吉がどう挑んでいくのか、スタートから注目となります。人気は1番の吉松、始走26を1号車でマーク、スタート勝負となります。緊張感も漂うスタートライン、ゼロ班5車並び、人気は吉松、高宗、田中、有吉。とにかく吉松はスタートが大きなウェイトを占めます。この優勝戦です。ブルーランプが消えていきます。5秒を切りました。3秒前、第8レース優勝戦スタートしました。最内から渾身のスタート、吉松の大外から高宗良次が飛んできた。高宗がトップスタート、一気にアドバンテージを奪った5番の高宗良次先頭。1番の吉松のインコースから田中輝良次が入ってきた。田中輝良次が1番の吉松を捉える。始走26の吉松勇気捕まった。3番手交代、逆襲なるかどうか。田中輝良次も初 V に燃えているが、もう1回飛び込んだ1番の吉松が2番手奪い返した。田中輝良次が再度突っ込めるかどうか。7番の有吉が4番手、その後4番の松尾高弘が続いています。先頭5番の高宗、昨日の準決のリベンジになるか。残り4周回、苦しい序盤の展開から1番の吉松が2番手奪い返して先頭を追っていく。先頭との車間がじわりと縮まっている。3番手は車間がちょっと空いて2番の田中、そして7番の有吉は4番手。やはり前のペースが速い。残りは3周回、さあ高宗か吉松か。昨日の準決勝戦では吉松が先着、高宗2着となりましたが、さあ今日は逆転なるかどうか。高宗先頭、気合のスタートから先頭を譲りませんが、1番の吉松の動きも失色。先頭になって距離が縮まっている。残りは2周回、3番手2番の田中輝吉、初 V かかっていましたが3番手、その後が7番の有吉。この辺りで先頭2番手距離ちょっとまた広がったか。高宗先頭、差が広がっている。吉松2番手、3番手田中の後ろ7番の有吉。ブルーフラッグ残り1周回、昨日の悔しさを晴らすトップスタートから押し切り濃厚となりそうだ。いずれも今年に初 V を飾った2人の争いは、高宗が先頭、2番手が吉松、3番手2番の田中有吉、4番手高宗良次、2度目の優勝降臨。リベンジなりました、高宗良次。2連複1号の組160円、3連単5番1番2番1500円、3連複125の組320。注目の結果は